じゃんけん負けたし、今日のお昼は僕のおごりね。やったー、ありがとう、ハルト君。二人が好きなお店選んでいいよ。って、ん？あの人、何してるんだ？10円落ちてないかな。自販機の下のお金を探してる？え、待って、あの顔知ってる、ケイジ君だ。ケイジ君？誰？知り合い？あ、うん、昔私が付き合ってた彼氏なんだけど。ああ、いたね、そんな人。確かめっちゃくちゃケチな男だったんだよね。あ、そうそう、ケイジ君、今日も外は暑いけど中はエアコン効いてて涼しいね。だな、でもずっとエアコンつけたからもう20円超えてしまった。え、今冷房切ったの？当たり前だよ。だって1時間あたりエアコン代って約20円かかるんだよ。もったいなさすぎでしょ。でもたったの20円でこんな涼しい部屋に入れるんならいいんじゃない？ダメダメダメ、もったいないよ。今日は昨日より電気代が40円も超えてる。もう今日はエアコン禁止だ。ちょっと待って、ケイジ君、もしかしてエアコン代の家計簿つけてるの？おう、8月1日80円、8月2日74円とかって書いてたらわかりやすいだろ？すごい細かいね。でもちょっと恥ずくない？それなら、はい、うちわで仰げばいいよ。暑さをしのげる方法はいくらだってあるからね。それにしてもやっぱりエアコン切ったら暑いな。汗がダラダラ垂れるよ。そりゃそうだよ、いくら器があっても空気自体は暑いし、部屋にいるのにずっと器を仰いでなきゃいけないなんて。そんなに汗がダラダラ垂れるぐらいならつけたらいいのに。でもここはケイジ君の家だし、ケイジ君のやり方に従わなきゃね。ケイジ君、ちょっとトイレ借りるね。ケイジ君はとっても優しい彼氏なんだけど、節約が行き過ぎてるというか、よく言えば倹約家なんだけど、悪く言えばケチというか。トイレにまですごく張り紙が貼ってある。無駄遣い禁止、節約、トイレットペーパー1回だけ、電気消す。トイレにまでこんな張り紙貼るなんてやっぱり普通じゃないよね。はぁ、よし、お手洗いも終わったし戻ろうっと。え、何？今トイレ流そうとしたよね。え、うん、当たり前だけど。トイレ1回流すのは約 1.9 円かかるんだけど、そのお金もらってもいいかな？え、トイレ流す代？ほら、エアコン代は俺も同じ部屋にいたから払ってもらう気はないけど、今トイレはリカちゃんしかしてないじゃん。完全にリカちゃんのためだけに水道代を使うってことだから、リカちゃんが払うべきだと思うんだよね。それはそうかもしれないけど、どうする？ 1.9 円払ってトイレを流すか流さないか。まあ別に俺は流さなくてもいいよ、何回か溜まって流すから。いやいやいや、 1.9 円ぐらい払うよ、だから流すね。わかった、じゃあ後でちょうだいね、 1.9 円。というふうに私の彼氏のケイチ君はドケチ男だったのだ。ただいまって、あー、我が家涼しい。当たり前でしょ、家なのに暑かったら嫌すぎるわよ。だよねって、そういえばトイレ流したお金 1.9 円払ってって言われてたけど払い忘れちゃった。あ、ケイチ君から LINE だ。今日のトイレの水道代 1.9 円返し忘れてるよ、次会った時絶対返してね。わざわざ LINE で請求してきた。 1.9 円は中途半端だから2円でいいよ、2円忘れず返してね。そんなたかが2円のために LINE してくるなんて、やっぱりケイチ君ケチすぎる。今日はケイチ君とカフェデート、いつもカフェとかお金がかかるから嫌って言うんだけど、今日は OK してくれたんだよね。あ、いたいた、お待たせ。
ショートケーキにしようかな。あ、俺はもう決まってるよ。え、何にするの？これだよこれ。え、それお惣菜？ケイチ君もしかして自分で持ってきたの？で、それをこのカフェで食べる気？当たり前だよ。カフェで食べるものなんてどれも高すぎてもったいない。このカフェラテだって400円ってなってるけど、原価はきっと50円ぐらい。ぼったくりだよ。そうかもしれないけど、それはカフェの雰囲気代とかお店の人の作る手間とか考えたら、400円ぐらいのカフェラテなんて普通だと思うんだけど。じゃあリコちゃんは払って頼めばいいんじゃない？俺はこのお惣菜食べるからさ。それにこんな少しのお惣菜で足りるの？あまり俺お腹空いてないからさ。でもあそこを見て、持ち込みの食べ物は禁止って書いてあるよ。だからこの持ってきたお惣菜はお店で食べちゃいけないと思うよ。ああ、ほんとだ、めんどくさいな。じゃあここは私が出すよね。だから一緒に何か頼もう。ほんと？ありがとうリカちゃん、それなら頼むよ。せっかくリカちゃんが頼んでくれるなら、ミルクティーとモンブランにしよっかな。すみません、注文いいですか？はい、何になさいましょう？ミルクティーとモンブランとショートケーキと、あとホイップケーキとリンゴケーキもお願いします。はぁ、腹減ってるから楽しみだな。腹減ってるってさっき。あまり俺お腹空いてないからさって言ってなかったっけ？さっきまでこの少ないお惣菜を食べようとしてたのに、自分で払わなくて済むとなるとたくさん頼んで、絶対自分で払わないからだ。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、やっぱカフェの料理は美味しいね。ありがとうリカちゃん。お会計は1252円です。はい。うわー、たっけー。やっぱりこういう飲食店はぼったくりだよな。俺だったら絶対払わないけどな。ちょっとケイチ君、店員さんに失礼だよ。これでお願いします。で、あ、募金箱が置いてある。ココナッツ地震義援金、ご協力お願いします。お釣りで100円返ってきたし、困ってる人たちのために募金しようっと。ああ、何したんだよリカちゃん。何って募金だけど。もったいないもったいない、募金するぐらいなら俺にちょうだいよ。いやいや、困ってる人たちのためにしただけであって。店員さん、今間違ってこの中に小銭入れちゃったんですけど、返してもらうことってできますか？返す？別にできますけど。ああ、いやいや、いいですいいです。もうこっちが入れたくて入れたのに返してもらうなんて恥ずかしい。あれはケイチ君のお金じゃないし、私のなんだからどう使おうがいいでしょ。ほら、もうお店出るよ。うわ、もったいな。募金なんて他の人もたくさんするんだから、リカちゃんがする必要ないのに。そうかもしれないけど、一人一人が募金したら大きなお金になるんだからいいの。ああ、でもほんともったいないな。もういいので、どうする？この後どこにデートに行く？そうだね、リカちゃんは何がしたい？買い物もしたいし、あ、映画も見たいし、カラオケも行きたいな。ああ、全部お金かかるから却下。それが理由だ。じゃあケイチ君は何がしたいの？そうだな、お散歩か、川で遊ぶか、自転車でどっか行くか。全部お金がかからないプランじゃん。でもデートといえばいつもそれだよ。たまには違うことしようよ。じゃあまたオレンジ来る？ケイチ君の家でもいいけど、エアコンは20円超えたら切られるし、トイレ流すのもお金請求されるしな。あ、ごめん、友達から電話だ。もしもし？あ、うんうん。え、マジ？行く行く。じゃあそこに行くわ。何？どうしたの？
いやーもうすぐ俺の誕生日だから、友達が早めの誕生日プレゼントを買ってくれたみたいでさ、渡したいからって言われて、俺今からもらいに行ってくるわ。え、でもデートは？また今度でいいじゃん。てか俺の誕生日の時、その時にまた会おう。じゃ友達待たせてるから、またねリカちゃん。あ、うん。ケイチ君はケチな分、プレゼントとかタダでもらえるものにすごく弱い。だから言っちゃうのもわかるけど、今日は私とのデートだったのにな。でも確かにもうすぐケイチ君の誕生日、私からも何かプレゼントあげたいし、今から見に行ってみようっと。いらっしゃいませ。あの、彼氏にプレゼントをあげたいんですけど。それでしたらバッグとか人気ですよ。バッグか、これだと結構大きめで何でも入るし良さそう。それにこれケイチ君好きそうだな。これ何円ですか？1万円です。1万円か、ちょっと高いけど、でも誕生日だし頑張ってバイトして貯めたお金あるし、このバッグください。ありがとうございます。ケイチ君喜んでくれるかな。そしてケイチの誕生日の日、ケイチ君お誕生日おめでとう。はい、これプレゼント。うわー、カバーめっちゃかっけー。ありがとう。めちゃくちゃ高そうだけど何円した？まあまあ値段なんかいいじゃん。こんなに喜んでもらえるなら少し高くても買ってよかった。今日の誕生日たこ焼きが食べたいって言ってたよね。うん。じゃあ一緒にスーパーに材料買いに行こう。いいけど、もちろんリカちゃんが払ってくれるんだよね。俺今日誕生日だし。あ、うん、もちろんいいけど、誕生日じゃなくてもいつも私が払ってる気が。まあいいや。たこ焼き作るならまずタコがいるよね。タコのコーナーは、ただいまウインナーの試食をしていますよ。とても美味しいですよ。食べてみませんか？リカちゃん、試食だってもらおうよ。え、でも試食って悩んでたりするときに食べるものなんじゃないの？私たちたこ焼き食べる予定だし、ウインナーなんかいらないよ。もうリカちゃんは真面目だな。もらえるものはもらわないと。ただでウインナー食べれるとかラッキーすぎるし。すいません、試食します。はい、どうぞ。うわー、このウインナーうまいっすね。またもう一個もらってもいいですか？はい、どうぞ。うん、やっぱりうんまー。リカちゃんも食べなよ。いやいや、私はいいよ。食べないの？ただなのにもったいな。このウインナーは皮がパリッとしててとても美味しいんですよ。見た目も可愛いし。ああ、説明とかはいいです。買う気はないんで。買う気はないって、なのに2つも食べたんですか？ああ、なんかすみません、1つだけ買います。まあケイチ君、やっぱり買う気ないのに試食なんてやめようよ。っていなくなってるし。今度はあっちで試食してるし。うまいっすね、このハム。ちょっとケイチ君、何のためにスーパー来たの？試食するためじゃないんだよ。まあまあいいじゃん、俺結構試食のために来たりするよ。夜ご飯を試食だけで済ませたり。全然威張って言うことじゃないし、むしろちょっと恥ずかしいんだけど。お会計は3300円です。やば、予想以上にケイチ君の試食したものを買ってたら高くなって300円足りないや。ん？どうしたの、リカちゃん？ちょっと300円足りなくて、ケイチ君持ってる？300円？あー、あるけど。ごめん、ちょっと払ってくれない？あ、ちょっと俺トイレ行ってくる。え、待って、このタイミングで。悪い、ずっと我慢してたんだ。あー、トイレ漏れる漏れる。もう絶対300円払いたくないだけじゃん。あの、ごめんなさい、ちょっとお金が足りないので戻してきます。はーい。あー、リカちゃんの作ったたこ焼きは世界一うまいな。大げさだよ。ケイチ
くんはケチなところもあるけど、それ以外は普通に優しいし素直だし、なんか憎めないんだよな。今日は俺の誕生日だけど、2日後はリカちゃんの誕生日だよな。俺今日いろいろしてもらった分、最高の誕生日にするから楽しみにしててよ。え、最高の誕生日？もしかしてちょっといいレストランで食事とか誕生日プレゼントとか用意してくれてるのかな。あ、もしかして今までケチケチしてたのは私の誕生日プレゼントとかのお金を貯めるため？ありえる。楽しみにしてるね、ケイチくん。で、私は少し期待してた。しかし衝撃的なことが私の誕生日の日に起こるのだ。今日はリカちゃんの誕生日ってことでピクニックだ。絶対ここで誕生日のお祝いしたいって思って、2日前からシートを引いて場所を取っておいたんだ。ありがとう。絶対レストランがいいから予約したんだとかならわかるけど、シートで場所を取っておいたってこんな山の中誰も来ないよ。でもせっかくケイチくんが考えてくれたんだもん、嬉しいことだよね。ありがとね、ケイチくん。草もたくさんあって水の音も聞こえてすごい自然でいいね。カモめちゃくちゃ飛んでるけど。だろ、いい場所だろ。そして今日はリカちゃんの誕生日ということでご飯を用意してきました。え、まさかのご飯用意？ピクニックといえばサンドイッチとかお弁当とかだよね。もしかしてケイチくん私のために作ってくれたの？じゃじゃーん、誕生日ご飯です。え、これコンビニのお弁当？そうそう、豪華にいろいろ入ってるものがいいよなーって思って、そしたらお弁当だって思って。コンビニって時間を過ぎた古いお弁当は破棄するだろ。それをお願いしてもらってきたんだ。だから消費期限は少し過ぎてるけど、いろいろ入って美味しそうでしょ。そりゃお弁当だからいろいろ入ってるよね。でも捨てる予定のコンビニ弁当が誕生日のご飯って。でもきっと破棄する時間を狙って待っててくれたりしたんだよね。うん、きっとそうだ。ケイチくんは私のためにしてくれたんだもん、嬉しいことだよね。ありがとう、美味しくいただくね。あと誕生日プレゼントなんだけど。プレゼント？きっと今までケイチくんがケチケチしてたのは誕生日プレゼントを買ってくれるため。だからいいものをくれるに違いない。じゃーん、これがリカちゃんへの誕生日プレゼントだ。え、これ私がケイチくんにあげたバッグ？そうそう、俺めちゃくちゃ気に入ってあれから2日間ずーっと使ってたんだ。だから新品よりも俺が使ったことによって価値が上がったというか、大好きな俺のものをリカちゃんにあげたら喜んでくれるかなって思って。これめっちゃ使いやすかったよ、リカちゃんもぜひ使って。ん？リカちゃん？嬉しすぎて言葉にならない？人があげたプレゼントを誕生日プレゼントとして返されるとか信じられない。私の気持ちを考えてよ。今までずーっと我慢してきたけどもう限界だわ。電気代節約、水道代節約、その節約する気持ちはいいことだけど自分のルールを押し付けてこないで。私のお金になったら気にせず高いものも何個も頼むのもずるくない？遊びに行きたいところはお金がかかるからって全部却下だし、とどめに私の誕生日ご飯が捨てるはずだったお弁当、そしてプレゼントしたものを誕生日プレゼントとして返すとか本当ありえないからいるわけないでしょ。私の気持ちを何だと思ってるの？まあいい、こんなケチなケイチくんとは付き合いたくないわ。さようなら。あ、リーコちゃん。ってことがあって別れたんだよね。ケチすぎてやばいよね。そんな人別れて大正解だよ、リカ。そ
そして今も自販機の下から10円探してる。何も変わってない。あれ、リカちゃんじゃん、久しぶり。ねえ、ちょっとお願いがあるんだけどさ、俺飲み物買いたくて。150円くれない？あげません。行こう、ハルトくん、翼ちゃん。うん、ケイチくんみたいなケチな人絶